また会えましたわね。今日も一日よろしくお願いしますわ。友人同士別にかしこまることはありませんわよ。えまだシャキッと目が覚めませんの。もう少しお待ちくださる今弱みをしてきますから。 そろそろお昼の時間ですわね。カフェラウンジの今日のランチは、骨付きラムのソテーですのやっぱりお昼は肉料理に限りますわ。今日は家庭教師の来る日ですの私としては、昔のようにボルジーに教えてもらう方がわかりやすいのですけど。今日は、 あの夢を見ないといいのですけど。<laughs> そう。柔道の授業でメリッサに一本背負いを決められた日の夢ですわ。まさかあんな馬鹿力だなんて。私とお話がしたいんですのいいですわよ。さあ、どんな話題を切り出していただけるのかしら。なんなりと口にしてごらんなさい。 また不気味な化け物どもが出たようですわね。いいですわ。すぐにこの私が黒焦げにして差し上げます。聞きました奇妙なお屋敷があるという噂を。その中にはたくさんの鏡があって、鏡に映った自分が勝手に動き出すとか。 何か部活動を始めてみようと思ったこともありますわ。芸事も運動も一通りできるつもりですし。ただ、誰か一つに絞れと言われると。おや教科書忘れてしまいましたの仕方ありませんわね。私のを見せて差し上げますわ。ほら、隣にお座りなさい。 サンラピセルの何がおかしいって、メイド服の生徒がいることですわ。生徒会にメイド長なんて役職がある学校、他に聞いたことがありません。タルトのファンクラブの解放なるものを見てしまいましたわ。かなり本格的な冊子で、大人が入れ知恵しているとしか思えないのですけれど。 いただけましたこのセーターは私のお気に入りですの。色はリボンと同じ赤。私のテーマカラーですから。タルトに聖書研究会に誘われましたの朝のお祈りに、福祉活動に、やたらとハードで。信仰心を欠く私の居場所はなさそうでしたわ。 私、気づきましたの。リズは普段、無表情なことが多いけれど、甘いものを食べているときは、少しだけ顔が緩んでいますのよ。あの、メガネ先生とかいう方、実は教師ではないという噂が本当なら、ただの不審者ですわよね。でもあの顔、 実は、私見てしまいましたの。生徒会のミヌーとかいう女が廊下の壁にぶつかるの。やはりあの仮面、前が見えにくいのではないかしら。